クリスチャン2世の3人の子供たち、ヤン・ホッサールトが1526年、ハンス・アダンマークは、デンマーク王クリスチャン2世と王妃・イサベラ・ブワ軍の間の長男。1523年、父が王子のフレゼリク一世によって王位を奪われると、ハンスとその家族は、母・イサベラの実家のある、低地地方のデリールで困窮した亡命生活を送ることになった。 父は、義系の神聖ローマ皇帝かある五世の軍事援助を得て、王位を三奪者から脱会することを夢見ていた。その時は、訪れることはなく、一家は、失意のうちにデリールから、南方のブラバント高領に居を移した。1532年の年明け、クリスチャン二世は、オスロに赴き、ノルウェーの議会に、息子、ハンスを正当な王位継承者と認めさせ、 息子を王位につけようと格索した。一方、叔父の皇帝カール5世は、ハンスをレーゲンスブルクに連れて行った。ハンスは、間違いなく、ハプスブルク家の庇護下に、デンマーク王位請求者として、政治的役割を果たすことを期待されていたが、同年の夏に、レーゲンスブルクの皇帝の宿所で亡くなった。14歳で溶接した、 ハンスの遺骸は、ヘントの聖ピーテル修道院に埋葬された。しかし1883年になって遺骸は、掘り起こされて、古国デンマークに移送され、オーデンセの聖クヌーズ修道院に改装された。ハンスは賢く、一国を治めるに足る能力を持っていた、王子だったと言われている。ウィキメディアコモンズには、ハンスアダンマークに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。